まず製品の顔を決めるのは革なのでその辺は常にいい製品になるような革を選ぶことによってい、まあ、いい製品りりにががっているというのがありますねそういった意味ではうちの親会社の堀内貿易とは常に連携して良質な革を優先的に供給してもらっているというそういう。 強い背景があります。良質なクロコダイル革製品を製作するには、やはり革の見極めというのが非常に重要になりますんでえ、クロコダイルは、えっと、製品に流通しているのは4種類あるんですけども、その中でも、えー、うちはスモールクロコダイル、まあ皆さんポロサスって呼んでるんですけども、スモールクロコダイルとナイルクロコダイルをメインに製品に使用しています。まずそのガウディの、えっと、クロコダイル製品というのは、 えっと、いいう定義をいただいております、えー、とまずその、えっ、ー、と、重要な職人さん。まずお一人目は、小川さん。えー、もともとお父さんが、えー、やってらっしゃった、クロコダイル製品作りを、えー、後を継いで。で、小川さんの役割は、我々の基準で選んだ皮を、えー、型、型入れといって、まあ、理想的な柄になるような、 特定の場所に、場所を選んで、そこで型を、型を入れて、で、裁断をする。そして、えっと、クロコダイルが製品作りで一番難しいのは、隙っていう作業がありまして、皮を薄くする。で、これは製品になった時に、どれだけあの、スッキリとした製品に仕上がるかというので、一番重要なステップになりますので、えっと、その主な、えー、型入れ、裁断、隙という、その重要な部分に携わっていただいております。 それからあの2人目はあのまあ有名なうちの,あの私どもの業界で一番有名なヒル間さんっていう人がいましてでもうあの私が留置貿易時代からもうずっとお世話になっているまあこの業界では本当財布作らせたら一番上手じゃないかと言われているような人物でヒル間さんはもうあの4代目家業を継いで4代目の方であの日本で一番最初にクロコダイル製品を作ったと。 というふうに言われている人で、で、ひるさんほど好き、好きにこだわる職人さんはいなくて、もう、あの、耐久性を本当にギリギリのところまで薄く皮をついて、で、私、あの、切り目の鬼って名付けたんですけど、あの、ひるさんの得意技は切り目なので、薄くすいた皮を、あの、組み合わせて、えー、本当にすっきりとした、その、 切り目の加工を得意としている人で、えすオーダーメイドというのはまさにオンリーワンのアイテムを作るということになりますので、まあ、お客様の,そのご希望とかご要望をじっくりお伺いし,しながらで、まあ、我々もプロとしてのいろいろなそのご助言をさせていただきながらもうじっくり あの、ワンステップずつ作り上げております。お時間はそれなりにかかるんですけども、せっかくのオンリーワンのものなので、ご納得いただ,いただけるようなものづくりを心がけています。今、まあ、この本店サロンと、あと出前黒子軸という形で、製品ご購入をご検討の方々に関して、あの、まあ、ご購入前に、今、いろいろな、あの、 ご心配とかご不安な気持ちというのを私自身も理解しておりまして、まあその辺を解消していただく。まあ安心してご購入いただけ、いただける。そしてあの、買った後も、えー、ど、どのような、えっ、ー、と、保管方法をと、えー、取ったらいいかとか、お手入れはどのようにしたらいいかとか、またそういったあのいろんな疑問とか不安とかを解消させていただくためにいろいろご説明をしながらご安心いただいた上で、 えっと製品をご,ご購入いただくというそういった目的でやっております。はい、あの私たちガウディはあの原則的にあの私どもの製品をご購入いただいた方に対しては無料であのメンテナンスっていうサービスでさせていただいております。あのやはり革なので、えー、ほっとけばいいというものではなくてやはりある程度お使いいただいて年数が経つとやはりあの。 まあ、劣化が始まりますんで、手遅れにならない前に一度製品を見させていただいて、えー、より長くいい状態でお使いいただくようにっていうことを心がけておりますので、えー、ここにいただいた後も、まあ、そのサービスをご利用いただいて、えー、まあ、ご安心いただいてお使いいただくことができると思います。えっと、まず私たち、あの、ガウディが定番カラーとして、えっと、き、常にキープしております。 ブラックブラ、ダークブラウン、ネイビー以外に特別カラーと呼んでるカラーが何色かありまして、えっと、もう長年人気をいただいてるんですけども、まずその一番代表的なのがこの私の後ろにかかってるこのミッドナイトブルーっていう色で、えっと、まあ、このブルー系ではもう一番人気の色です。それから、まあ代表的なカラーを何色かご覧いただきたいと思うんですけど、 ダークキプロスという色で、まあグリーンはあの有名な、まあ本当に縁起のいい運気の上がるカラーとして一番人気のあるカラーなんですけども、落ち着いたグリーンで、えっと、これも本当に、えー、高い人気をいただいております。で、さらにあの、うちのあの、特別カラーの代表格、これスモーキーグレーという、 あの、従来のグレーと違って、あの、ちょっとこう、濃、淡のあるカラーなので、あの、すごくこう、まあ、あまあ、あったかいというか、ちょっと優しい雰囲気が感じられるカラーで、これもあの、たくさんの方に人気をいただいています。そしてあの、男女問わず、えっと、最近すごく人気をいただいているのが、このベニキキョウという。これはあの、グレージング仕上げで、こういう光沢のあるカラーなんですけど、これも本当にいい色で、 特には女性、まあ、お財布とかバッグとか、あのすごくご利用いただいております。とまずセンター取りというのは、まあ、その読んで字のごとくなんですけど、あの、これ、は、腹輪にお腹の部分で、皮のセンターを中心に裁断をして、まあ、例えばお財布であれば、ちょうどこういうような柄になるような、 形で裁断をするのをセンター取りと言います。で、この場合、あの、ポイントなのは、あの、センター取りで重要なのは、この四角い竹譜と言いますけども、この四角い竹譜とこの丸い細かい、これ玉風って言ったり丸風って呼んだりするんですけども、えっと、これが両方ともその一つの製品に、えー、うまくバランスよく入れるというのが、えー、センター取りの重要なところで、 要は、それがないセンター取りというのは、本当の意味でのセンター取りではない。えっと、うちは何を作るにしても、あの、この、その、もちろんセンター取りにして、えっと、竹符と丸符がバランスよく入るような、えっと、製品を心がけています。まあ、いろいろとご説明させていただきましたけども、まあ、一番、あの、まあ、我々の強みである、まあ、クロコダイル側という部分では、冒頭ご説明しましたように、あの、同じ建物の中にある堀内貿易があり、それからまあ、えー、染色、 工場、重生染色工場も、あの、比較的近くにある、あるので、まあ、その特別カラーを開発したりとか、えっと、その川に関してのいろいろな加工も、あの、どこよりも、えー、うまくというか、あの、上手にできる自信がありますんで、まあ、そこら辺はこれからもどん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 まあ開発は進めていきたいと思っております。